こんにちは、カンヌです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、日本の手ぬぐいにね、つける色の話なんです。で、日本のカラーということで、日本独特のそのね、チップ、色の呼び名っていうのがあるんですね。で、例えば赤でも紅色であるとかね、いろんな名前があります。で、これをちょっとね、アップで見せますので、ちょっとご覧になっていただけますか。これがですね、大日本印機が出してますディックのカラーチップというものですね。で、なんで2つあるかということなんですが、こちらが第7版ですね。で、こちらが第8版、今の2015年最新版がこれなんですけども、それぞれですね、色が全部あるんですね。こういうふうにあります。で、見ていただいてもいいんですけども、結構ですね、沈んだ色がやっぱり日本の伝統色カラーが多いんです。あんまり明るいね、パキッとした色はあんまりないんですね。でも多分たくさん使ってるものもあるんですけども、こういう色があります。で、例えばですね、面白いんですよ。これでしたら、ですね、名前が N-964 木蘭磁器で、やっぱりこういったね、意味が全部書いてあるんです、このチップには。どういった意味の、ものですよって、ここに全部書いてあるんですね。で、やっぱり自然から取ってるのが多いんですね。例えばこの赤色もそうですね。ちょっとね、見にくいんで見やすいのしましょうかね。これでしたら、N-971 真珠って、真珠っていう色なんですね。色で、やっぱりここに意味が書いてます。ね、いろんなこう意味が書いてますね。天然に産する、種の砂を新種として区別しているということですね。で、全部ね、それぞれね、面白いです。色が、名前があるんです。それぞれ名前があるんです。ただですね、面白いんですけども、このディックのチップ、版によってね、若干色がね、変わってたりするんですね。例えばこの746番というこの色なんですけども、この一番最新の746と比べるとですね、これがそうなんですけどね、見ていただいたらいいんですけども、若干色が違うんですよ。若干違うんです。このチップ自体もだいぶ年月が経ってるので、経年で色が褪せてるということもあるんですけども、なんか知らないですけどね、ディックは版数によって若干色が変わってたりするんですね。ですから、このあたり注意が必要で、第何版のこの色っていうふうに指定していただいた方が多分いいと思うんですね。で、私どもの方ではその最新のディックのチップ持ってますので、一番いいのはね、最新に合わせていただくっていうのがいいでしょうし、お互い昔のでしたら同じように経年で色がね、ちょっと違うように合わせたりすることもありますので、最新のチップでですね、合わせていただく、これがね、間違いない方法やと思います。で、いろんなこの色があるんで、本当面白いですね。日本の伝統色からですね、これは。それが、これがこうなります、ね、これがですね、大体このチップの色の構成になるんですけども、これ以外にでもですね、パントンとかね、パントーンといいますね、ヨーロッパの方のチップなんですけども、それによって指定してみたりすることができます。ただやっぱりですね、今ご覧いただいたように、日本の伝統色カラーの方がですね、全体的にトーンは沈んでますよね。やっぱり日本のその景色とか風景、それに合ったような、マッチしたような、その自然の素材から撮ってるのが、この日本の伝統色カラーというのが多いですから、結構落ち着いた色が多いですね。ですから、手ぬぐいに染める時もですね、こういった落ち着いた色が多いということをですね、大体覚えておいてほしいんですよね。結構派手な色っていうのは染まるんですけども、どうしてもやっぱり色落ちのことを考えてみたりとか、その他いろんなことを考えると、やっぱり、昔からある紺色であるとか、藍色であるとかね、茶色、あるいは、エンジ色みたいな、こういった色っていうのはなかなか落ちにくい感じですね。それでもやっぱり色落ちはしますのでね、この辺り、あんまりこうガチガチに色落ちがするしないで、攻めていくとですね、日本のこの、手染めの染めっていうのはなかなかできづらいものがありますので、ちょっとその辺はですね、おおらかにね、見立ってください。よろしくお願いいたします。